西大門刑務所前継西大門刑務所内部、西大門刑務所西大門刑務所は、朝鮮の刑場にあった刑務所。1908年10月21日に、刑場監獄の名称で、当時の朝鮮半島では、初めての近代的刑務所として設立され、1912年9月3日に、西大門監獄、1923年5月5日に、 西大門刑務所に名称が変更された。独立後は韓国政府に移管され、それに伴い名称が1945年11月21日にソウル刑務所となり、1961年12月23日にソウル共同書、1967年7月7日にはソウル高知署に変更された。1987年11月15日に、 ソウル拘置所が新たに司教軍議左官優に移転されるまで韓国人刑務所や死刑場として利用されていた。韓国政府は1988年2月20日に同刑務所の死刑場を史跡第324号に指定し1992年8月15日には刑務所一帯に独立公園を開園した。1995年には 金サム政権の大韓民国独立50周年記念事業として西大門刑務所歴史館の建設工事が開始され1998年11月5日にオープンし一般公開されるようになった2006年9月5日日本共産党委員長として初めて奉還した C ・カズオが日本の政党党首として初めて視察した 2012年1月7日に西大門刑務所で祖,祖父が拷問を受けたと称する韓国系中国人が同所で展示されている拷問道具を見て息取りを感じたとして翌日中ソウル日本大使館に火炎瓶数本を投擲して逮捕された。ありがとうございます。